困難な人生は、1961年制作、公開、ディーノリージ監督によるイタリアの映画である、イタリア式コメディの一作。本作は、1961年、ディーノデラウレンティスによるイタリアの映画会社、ディーノデラウレンティスチネマトグラフィカーが制作、同年12月19日に同社が配給して、イタリア国内で公開された。本作は、 翌1962年のダビド・ディ・ドナテルロ小作品賞を受賞した。イタリアの映画史においては、1959年のマリオ・モニチェリ監督による戦争、裸の兵隊、1960年のルイジ・コメンチーニ監督によるみんな帰ろうと並ぶ第二次世界大戦後の復興期のあり方を示す作品とみなされている。 本作の英語タイトル A d i ィ f i c ル l ラ Life は直訳題であるが D のリージの自作追い越し野郎をアメリカ合衆国で配給したジョーゼフ・イ、e、ー・レビーンのエンバシー・ピクチャーズが付けた英語タイトルはザ・イ e ジーライフで前作に対照的な意味のタイトルで売り出された。日本では本作に関しては劇場を公開されておらず2010年9月現在 DVD 等のビデオグラムも発売されていない。 ありがとうございます。